緊張の一瞬です。体勢完了。スタートしました。先行争い、まず何が行くのでしょうか。外からオレンジの帽子、メジヒペンシア、出てまいります。メイパパレ、ソンライン、そしてソダシ、リビーナ、ベアリングタクト、ファインビュージ、メイソウミモザ、クリノプレミア、アンドバラナウト、シャドウディーバ、そして赤イート、ミズニューヨーク、ネゼル、ローザノワール、マジックキャッスル、アブレイズ、そしてシンガリニ、テルチェット。先頭からシンガリまではおよそ10馬身。本日のドリームレース、私自身も非常に興奮しながら実況しております。さあ先頭はどうなっているでしょう。先頭は現在メジヒペンシア。さあ各馬ここから差を詰めていきます。さあ向こう上面から各馬3コーナーを回っていきます。先頭はメジヒペンシア、後続との差はまだ4馬身。少し離れて2番手にメイパパレ、ネゼル、早くも上がっていきます。さあ各馬第4コーナーをカーブして東京の長い直線に差し掛かりました。内からメイパパレ、ソンライン、追走、メアリングタクト、現在5番手、残り400を切った。アンドバラナウト、上がってきている。リビーナ、追走、ネゼル、追いすがる。クリノプレミア、追走、メイフウミノタ、あたりも来ている。残り200、メシステンシア、メシステンシア、続いてソダシ、一頭抜け出した。ソダシ伸びてきている。ソダシ今ゴールイン、1着ソダシ、続いてソングライン。勝ちタイムは1分31秒5。勝ちましたのはソダシ。各馬ゲートに収まり、スタートしました。先行争い、まず何が行くのでしょうか。メシステンシア、先頭を伺います。内側のこの位置にメイパパレ、ソダシ、クリノプレミアム、ファインブージュ、この3頭、メイフウミモザ、リビーナ、そしてソンライン、ローザノワール、ベアリングタクト、アンドバラナウト、シャドウディーバ、ミズニューヨーク、赤イート、マギックキャッスル、そしてネゼル、テルチェット、シンガリからアブレイズ。先頭からシンガリまではおよそ15馬身。本日のドリームレース、私自身も非常に興奮しながら実況しております。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭は現在メシステンシア。さあ各馬ここから差を詰めていきます。先頭はメシステンシア、後続との差はまだ2馬身。2番手追走はメイパパレ、依然として先頭はメシステンシア、赤イート、早くもここで動いた。さあ各馬第4コーナーをカーブして東京の長い直線に差し掛かりました。メイパパレ、現在2番手、クリノプレミアム、上がってきている。リビーナ、現在6番手、外からはソンライン、外からメイフウミノザ、外からはミズニューヨーク、ローザノワール、追いすがる。残り200、先頭はメシステンシア、2番手のメイパパレ、食い下がる。目まぐるしく入れ替わる。ファインルージュ、ここで先頭に立った。3頭並んでゴールイン。ファインルージュ、ソダシ、この2頭がやや抜けているか。勝ちタイムは1分31秒0。勝ちましたのはファインルージュ。緊張の一瞬です。体勢完了。スタートしました。先行争い、さあ何が行きますか。メシステンシア、先頭を伺います。メイパパレ、ソンライン、そしてソダシ、リビーナ、ファインブージュ、メイフウミモザ、クリノプレミアム、アンドバラナウト、シャドウディーバ、ベアリングタクト、そしてネゼル、赤イート、ローザノワール、マギックキャッスル、ミズニューヨーク、アブレイズ、シンガリからテルセット。こういった体勢です。ジョッキー間の駆け引きが非常に重要なレースとなっております。さあもう一度先頭から見てみましょう。現在先頭はメシステンシア、メイパパレ、リビーナ、ソンライン、ソダシ、ファインブージュ、メイフウミモザ、そしてクリノプレミアム、アンドバラナウト。さあ向こう上面から各馬3コーナーを回っていきます。さあ3、4コーナー中間、
後続を引き離しにかかります。少し離れて2番手にメイパパレ、そして間からベゼル、ミズニューヨーク、差を詰めてきた。タクはこれから直線に向かいます。メイパパレ上がってきている。内をついてリビーナ、やってきている。オンライン現在4番手、アンドバラナウト、あたりも来ている。外からメアリングタクト、メイフーミノダ、追いすがる。外からクリノプレミアム、ベゼル、追走。先頭はレシステンシア、残り200。続いてソングライン、先頭はレシステンシア、バイルージュ、手応え十分で上がってきたソングライン。ここで先頭に立ったソングライン、伸びてきている。どちらが勝ったのか微妙です。勝ちタイムは1分31秒5。ゴール前接戦になりました。各馬ゲートに収まりスタートしました。先行争い、さあ何がいきますか。外からオレンジの帽子、レシステンシア、出てまいります。内からメイパパレ、安城との息もぴったりのソダシ、ソンライン、クリノプレミアム、そしてメイフーミノダ、リビーナ、ファインブージュ、ミズニューヨーク、アカイート、ローザノワール。内を見るようにしてメアリングカクト、内内を通ってシャドウディーバ、アンドバラナウト、マギックキャッスル、そしてベゼル、ベルセット、最後方からアンレイズ、こういった体勢です。火花を散らす18頭。安城はどういう思いでこのレースに臨んでいるのか。さあ各馬ここから差を詰めていきます。さあ向こう上面から各馬3コーナーを回っていきます。先頭はまだメシステンシア、その差半馬身。2番手追走はメイパパレ、依然として先頭はメシステンシア、そして間からクリノプレミアム。第4コーナーをカーブして各馬直線コースに入ってきました。先頭はメシステンシア、ソンライン、追走メイフーミノダ、追いすがる。残り400を切った、クリノプレミアム、追走。外からはミズニューヨーク、ベアリングタクト、追走リビーナ、あたりも来ている。さあ残り200、レシステンシア、わずかにリード。内メイパパレ、単独先頭。内からメイパパレ、レシステンシア、わずかにリード。2頭並んでゴールイン、際どい勝負になりました。勝ちタイムは1分31秒3、際どい勝負になりました。チャンネル登録もお願いします。